三保三住駅は、島根県浜田市三住町西川地にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。すべての快速が停車し、特急も一部停車する。事務官コードは64768。ホーム、増田、下関方面短式、島式の複合型2面3線のホームと補線用の側線を持ち、交換、対比設備を有する地上駅。駅舎は、 短式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、出雲市寄りの古選橋で連絡している。かつては駅舎に入って、右手に売店があったが、現在は閉鎖されている。2021年3月31日までは、浜田鉄道部が管理し、JR 西日本米子メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、窓口にて、ポスター末による発見も行われていた。 2021年3月12日をもって窓口営業は終了したが、平日の朝に定期的に係員による対応が実施されている。駅舎内には自動券売機が設置されている。下り本線は1番乗り場、上り本線は2番乗り場である。3番乗り場は上下副本線であり、両方向の入線と発車に対応している。7月時点では3番乗り場発着の列車は、 設定されていない。一日平均の乗車人員は百十五人である。二千四年度は二百四十七人、九百九十四年度は三百七十六人、九百八十四年度は四百四十八人だった。九百九十九年度以降の一日平均乗車人員は以下の通りである。特急、スーパー松風、スーパー沖、快速、アクアライナーの隣の停車駅は、 各列車記事を参照のこと。なお、アクアライナーの下り便は、終点のマスダ駅まで全て各駅停車。ありがとうございます。